1993年スペイン議会総選挙は、スペインの国会を構成する議員を選挙するために、1993年6月6日に行われた総選挙である。スペイン上院とスペイン下院の両院で選挙が行われたが、本校では下院の選挙結果についてのみ取り上げる。90年代前半に相次いで発覚した政権絡みの汚職事件や、 経済の停滞により、ゴンザレス首相の与党である、中道左派の社会労働党にとって、厳しい戦いとなったが、比較第一党を維持することに成功し、引き続き政権を維持することになった。一方、アスナール率いる、中道右派の国民党は、前回総選挙より議席を大幅に増やし、与党の社労党との差は18議席と、大幅に縮まった。投票日、 1993年6月6日、選挙区定数は人口比例で配分される。ただし、アフリカ地域の2県は、定数1の小選挙区制投票は政党あるいはその連合のリストを選択する。個人候補は認められない。各リストへの議席配分は、県単位のドント式で実施するが、得票率が3%未満のリストは、議席配分の対象害となる。 中、本表では議席を得た政党のみ掲載した。西平主劇、各国の選挙から変遷と、実情マイナスの、第6.1章、スペインを参照した。有権者数と有効得票数を呼び、投票率、選挙結果は、碇順次著現代スペインの歴史激動の世紀から飛躍の世紀へ、彩り流、社、202ページ表10、1993年、 総選挙会議会結果、出所、スペイン内務省。ありがとうございます。